どうも。キリスト教解説は甚だ不要だったようです。ツイッターにコンビニのロールケーキの写真を投稿したら大当たりしてしまいました。167円、418kcalとかなんとかそんなやつです。 47% 増量キャンペーンの第2弾。比較対象のライターは標準的な100円ライター。アホらしいほどクリームが盛り上がっています。断面がじわじわ傾斜して崩壊しそうでした。味の方はもうコンビニにはよくある感じの、確実にスーパーのセール品を凌駕しながら大量生産が下先に迫る現代の優秀。投稿後1時間以内に1万ヒットでした。今2万ヒットぐらいいったんじゃないでしょうか。嬉しいような嬉しくないような。俺のクソ動画ってインターネット的に167円のロールケーキの100分の1ぐらいの値打ちでやんの、わらわらわら。でもウケるってこういうことなんだろうなって思いました。だがいびさは数ではない。黒サンタ、君は一体何と戦っているのかね。いただきましたコメントからいろいろ反省いたしました。まあ反省したからといって僕が態度を改めるかというと、そんな卑小なやつであるはずはないのですが、ロールケーキでついに開き直りました。今回はそのご報告です。これからこのチャンネルでギリシャローマの神々の話をやることにしました。なんだ、バイクじゃねえのかよ。なんでギリシャなんだよ。お前、頭は大丈夫か？ちっとも懲りてねえじゃん。てめえ、キリスト教でこけたばっかりだろうがよ。このような叱責と失望のお声が聞こえる心地がいたします。でも、それは違うのです。バイクの話だ、と思っておいでの方は、いきなり宗教だの神だの言われたら、多分、困惑しきりでありましょう。実は僕自身も、そういう自分に困惑しております。どこから説明しても、うまくいかない気がする。でも、いいでしょう。どうせ、どこへ行っても毒電波の家元みたいな扱いの、恥の多い我が人生です。今さら何を隠し立てすることがありましょう。自動車でもバイクでも、生産国の国民性は、はっきりしています。ロードスター、カブリオレ、と言ったって、国が違えば全然違います。まあ、近頃はグローバルなので、あんまり差は感じなくなっていますが。歴史とか風土とか、宗教性の差、感性と価値観の違い。そこがわかんないと、会社ってわかんないです。早い話、共産農でイタリアバイクなんぞ眺めたら、ただのゴミ書き違いでしかありません。理解する、というのは、難しいことだ、といつも思います。妙な話をするようですが、僕は大体面倒くさいから、他人の前では黙っているわけなのですが、それを皆さん、好きなようにいろいろおっしゃいます。迷惑そうにしているとか、カッコつけているとか、相手をバカにして見下しているとか、好かれたいから怖がっているとか、根性なしとか、腹黒くて相手を利用する隙を伺っているとか、善人ぶっているとか、まれまれ、ものすごい善人だと思う人もあるようです。一体、僕は何人あるのか、と思ってしまいます。白昼夢を見て錯乱する人を見る心地です。常々、僕は彼らにこう言います。僕は理解と誤解を区別しない。それがいかに悪意に満ちた曲解だとしても、それがこの人の理解なのだ、としか思わん。どうとでも言え。
感じ取るというのは実に難しいことだとも思います。僕はこれを伝え聞いただけで、実際どうなのかはよく知らないのですが、外国人にはセミの声は聞こえないという話があります。多分意識しないものは見落としてしまうみたいな感じなのだろうとは思うのですが、彼らは日本人のようにセミの声で季節の移ろいと命の矛盾を実感するなんてことはないのでしょう。彼らにはセミの声は聞こえていないらしいのです。意識できないもののことは実は見ることもできず聞こえもしないのですよ。いくら感覚器官が正常でも意識することができなければ把握することは難しい。先ほどのセミの声の話で言うと、日本人はセミの声を実は自身の無自覚な宗教性で感じ取っていると断言できます。宗教性というと何かを用で身構える人も多いことでしょうけれども、平安の文人、吉重の安種は、身分の低さから宮廷での出世を断念、両墓なんで出家隠世したわけですが、彼は高齢になって足腰が弱り、馬の背を借りるに、いちいち馬にうやうやしく拝礼。前世では母でもあったかもわからない、馬の背にまたがるなど恐れ多くもったいない、として、馬にまたがっておきながら、馬に命令もせず、鞭打つこともしないので、いつでも歩くより余計に時間がかかり、弟子たちも難儀だった、という話があります。説話になって残っているぐらいですから、多分、当時としても彼のやっていたことは極端で、ほぼ気候寸前、半分笑い話、それでいて、しかし、真摯な信仰だ、という尊敬も込み込みの伝承か、とは思うのですが、これがそんなに特殊な話なのか、というと、実はそうでもありません。生きているものは、皆自分と同じ命。このような感覚が日本人には、かなり根深いところに残っています。僕の職場には、若者というか、少年少女がたくさんおりまして、どうかすると、コスプレの女子高生みたいな女の子がいたりします。昼休みには、休憩所で、手のひらサイズの小判みたいな弁当箱を開いて、目を閉じて両手を合わせて、誰にも聞こえない小さな声で、いただきます。何をいただくのかって、自分と同じ、命あるものを、もったいなくもありがたく、大事に大事に、感謝していただくのです。こういう無意識の感覚で、生きているものを感じ取るからこそ、日本人にはセミの声が聞こえる。自分と同じ、生きているものを感じ取れるのです。話が随分脱線してしまいましたが、日本人でないとセミの声が聞こえないのと同じで、イタリア脳、古代ローマ脳を理解しないと、多分、ブカケの鼓動は聞こえない。と言いますか、バイクは極めて感覚的な乗り物ですので、四輪以上に身体的で、だからこそ逆に知的、精神的であるべきだ、とも思っています。そういうわけで、僕自身、ヨーロッパの基礎教養。バイクのために、ギリシャ思想を基礎から学び直すことにしました。彼らの精神文化が理解できれば、もっと鮮明にブカケを捕まえることができるはずだ。このような魂胆です。宗教だの神だのというと、大体日本人は嫌そうな顔をしてうさんくさいものを眺めるような目で遠巻きにするのですが、まあ今時日本では神とか宗教を語る奴にはほんとろくなのがいません。おかげで日本人は宗教アレルギーで、宗教という精神文化も、随分誤解されているな、と思います。かく申す僕も、その宗教アレルギーは身に覚えはあるのですけれども。うちの祖母なんてのは、もう熱狂的な神様狂いで。というか、一族揃ってそういうのしかいないんですよ。血は汚いもの、という言葉がありますが、それを血でいく一族です。金と損得、他人の悪口と不満不平以外に考えることはないのですか。精神の空白地帯とは貴様の脳みそのことを言うのです。
揃いも揃って、このようにしか言いようのない奴しかいません。僕の同年代の、うちの本家の某女なんぞは、いい大学を出ておりまして。宗教狂いのてめえの親のことなんぞ。ちょっと唯物論の様式的インテリ風に。あんなに熱心に教会とか通ってねえ。なんて若い頃は申して、半分馬鹿にしておりましたのに。適齢期を過ぎた頃に男に捨てられて、ですね。会社でボコられて転職したりして。友人関係が壊れていたら趣味。仕事がヤバいと政治。家族の毒が染みたら宇宙。とうとう自分に絶望して、今は神様になったみたい。自分に近いところが壊れるにつれ、彼女の心は妄想の翼で次第に遠くへ、永遠の彼方へ。今、ちょっと思ったのですが、アメリカとかって、国家ぐるみでメンタルがヤバそう。それはいいとして。彼女の家の外、塀には政治政党のポスター、家の中はそこら中にお守りとお札がベタベタ。何かとても痛々しいです。でも、彼女は神様に感謝で、もう人生は感謝しかないんだそうです。笑顔でそんなことを言いながら、その女は、その宗教を拒絶する僕に、憎しみのこもった目で。神さんを大事にせんかったら、あんた、不幸になるで。まあ、怖い。怖いわあんなに金持ってて、毎日暇でブラブラしているくせに。闇しか感じない。まともなものが、ほんと、少なくなってきたので。あれこれ考えず、素直に眺めて楽しめて。それでいて、身の養いになる有益なもの。そういう動画を考えています。まあ、ロールケーキみたいに、中身も何もなくて、というのも悪くはないのですが。第一、それでは僕がつまらんですし、なんぼ暇つぶしでも、見てくださる人に、無駄な時間を使わせるのも心苦しく思います。いろいろ小難しいことを申してしまいましたが、要するに、喜びなんてものは、感じることでしかなくて、何事かを感じ取るためには、理解というものがどうしても必要。だから、西洋文明の基礎の基礎、ギリシャの神々の話でもやろうかしらって思ったわけですよ。それだけの話なんですけどね。今はもう、バイクやら自動車ったって、冗談みたいなギミック満載で。意地汚い金も受け丸出しじゃないですか。そういう不満を垂れ流す自分にも、そろそろうんざりして、飽きてきました。何かこう、美しいものはないかなって、切実に思いますね。ま、せっかく、我々はバイクなんて、結構なおもちゃを手にしているわけですから。暗くてぐちゃぐちゃネチョネチョした、いじけた奴らは放っておいて。くだくだ言わずに、教養と身体でも磨いて、ですよ。身も心も、脳みその中身も、かっこいい。気持ちいい。たまんねえわ。やっぱこれでしょ。泣いても笑っても、いずれ日は暮れますし。金持ちも貧乏人も、どうせ墓の穴は一つ。気分よくやったやつの勝ちではないかと。実は、何事も簡単な話ではないのか、と僕はいつも思っています。しかし、その簡単なことが、いかにも難しい。僕はバイクは必ず一人、と決めているわけですが、誤解を恐れずに言えば、僕は何者かに生まれ変わろうとしているのだろうと思います。インドの古い格言だったかに思いますが、身体は魂の乗り物である。というのがあります。温厚な人でも、病気になったら気身近になるように、逆に身体が壮健になると、精神も頑丈になります。身体と精神は、密接に連動しているのです。ブカチという乗り物、言うなれば、僕の外付けのこの身体は、明日、僕の精神に、いかなる変容をもたらすのか？
おそらくは、古代ローマ、ギリシャ的な思想により組み上がっているであろう、この鋼鉄の神殿が、一体、その奥底に何を秘めているのか。昔から僕はこんなことばっかり言っているわけですが、知人の牧師さんに、こんなこと言われたことがあります。君の行くべきは、図書館や大学ではない。病人は病院に行きなさい。僕は気違いなのだそうです。それではまた。